はい、こんにちは、サルウィンです。行きましょう。三国志戦のドットネット。いろいろ見ていきましょう。というわけで、今更感が結構あるんですけれど、本当はね、もうちょっと早めにこの動画撮る予定だったんですよね。なんですけれど、まあいろいろ、あれやこれやあって、ちょっと撮るのが遅れてしまいました。というわけで、まずね、変更点とか、まあ、全部は多分見ていけないと思うんですけど、まあ、もろもろ見ていこうかなということですね。で、プレミアムサービス登録ね。これは、ターミナルの方でね、ぶっ込むと。ぶっ込むってなんだ。確かあれだよね。7クレジット。まあ、小刻みにもできるんだけど、多分お得なのは、7クレジットで900コインかな？ドットネットコインっていうのを所持できて、で、じゃ3ヶ月分って風になるのかな、確か。7クレジットで。かなりお安いかな、個人的にはね。専用ページもあるけど、なってないから多分ダメ。ああ、そう、これ見てるんですね。プレミアムボーナスとかね、そう、ログインボーナスがついたりするんですよ。ねえ。これが流力かな？で、このハテナはわからんけど、で、これが、副賞。多分ランダムなのかな？わかんないけど。あんまりまだ情報見てないですよね。そうなんですよね。でもまあ実際結構お安いかな。まあ一応昔のドットネット2の頃のドットネット2だっけ ?3 だっけ？まあ3、まあ基本が315円とかだったっけな？確か。まあそれから考えても700円で3ヶ月は安いですよね。私に至っては演舞場、確か、あれ制限とかが確かあって、それが気になってたから確かあれですよね。確か普通の通常とシルバーとゴールドが確かあったはずなんでね。で私はね、そのゴールド、月1100円ぐらい、1200円ぐらいだったっけのやつをね、ずっとやってたんですけど。だからそれに比べたら全然お安い。ターミナルで何よりターミナルでできるっていうのがすごいと思う。要は確かにセガさんに直接ね入るわけじゃなくて、どっちかというとやっぱゲーセン側にお金が入るっていうね、その課金システムなんだけど、そのゲーセン側で課金ができるっていうのが多分でかいと思う。やっぱりゲーセン側もね、やっぱ今業界かなりすげえ大変だと思うんで、まあ、少しでもねゲーセン側にお金が落ちるようにっていう多分配慮をされてそのシステムになったんだと思うんですけど、これはね結構でかいと思うんですよ。個人的にもね。はい、というわけで、あとね、確か貨幣の交換がね、カードじゃなくてもよ、あ、これじゃねえや。これダメか。ダメかも。なんかカード以外も変えられるようになったんですよね。アイコンとか確か。プチキャラとかでしたっけ。もう貨幣で確か変えるようになったんで、このね、有り余る、無駄に有り余ってしまってるこれを、まあカードを優先で作りたいと思ってるんですけどね。そっか。やっぱあれか。ターミナルじゃないと無理か。さすがに。はい。というわけで、まあその辺はね、でですね。まあその辺は一人で、あ、なんか来てるぞ。なんだ。何これ。なんかコメントみたいの来てる。これ大丈夫かな？動画撮ってるからな。後で見よっかな。なんだろうこれ、メッセージとか飛ばせんのかな。で、すごいね、いろいろ変わったんですよね。で、プレミアム用の、そう、フレンド機能とか、あ、そうか、フレンドってプレミアムだけなのか。だからこの動画でちょっとフレンドさんの募集とかもしようかなとか思ったけど、よく考えたら、そうか、プレミアム機能なんだよね。これ気になるのが、プレミアム、例えば、3ヶ月じゃないですか。3ヶ月で、継続しなかった場合、どうなるのかが気になるんだよね。さすがに、その、プレミアムが、終わった瞬間にいきなりフレンド機能とかもバーンって全部消えたりはしないと思うんだけど、でもこれ触れなくはなるんだろうね。どうなんだろう。あとそう、フレンドさんの動画とかが見れるようになるんだよね。懐かしいですよね。確か昔のそんな機能あったっけかな、確か。てか昔のやつ結構好きで、で今回あれなんですよね、チームがもともとあって、チームとは別なんですよね、フレンド機能っていうのはね。昔の私チーム機能好きだったんですけどね。チームみんなでポイント共有して、共有してたっけ？共有はしないのか。おのおのが持ってるポイントとかで旗作ったりとか、なんかいろいろできるんですよね。その機能。
どうなんだろう。でもそれあれかな、多分できるのかな、フレンドの方で。わかんないですよね。なんか結構ツイッターとかで、まだ全然私情報見てないんでね、あの結構配信なんだろう、結構その対戦をプレイしてるプレイ配信とか見たりとかしてるんですけど、こういう他のなんていうのかな、こういうドットネット周りのこととかまだあんまり見てないんですよね。多分たまにツイッターとかでみんなが旗作ってるの見るんだよね。あれが私もやりたい。チームの旗は作ってあるけど、それとはまた別なんですよね、多分。またチームの旗も作れるようになったのかな。でもこれはこれしかできないんだもんね、多分。これとはまた別ですね。ただ、各々が各自で旗作れるってことですよね、多分。まあ、てか、もともと前からありましたね。私がこのチームの旗使ってようが、まあ、チーム名か。チーム名が入るんでね。まあ、ちょっとまだね、いまいち把握できてないんですけれど。あ、ターミナルショップ。プチ対象方法。ドットネットショップ。交換掲示板。ここに動画。で、そう、動画が確か動画、プレミアムにした方が動画安く買えるんですよね。今までワンクレアでしたけど。もうなんならそう、あ、そうだ、思い出した。昔のゴールドは、確か、その、なんだっけ、無制限に動画撮れるようになるんだったかな。あと、今回復活した、あの、昇格記念動画とかね。そう、昇格記念動画だけは昔無料だったんですよ。で、今回も無料なんですよね。だから、いろいろ懐かしくなった感じですよね。なんか昔の三国志大戦の要素とか、なんか戦国大戦の要素が結構混ざり合ったみたいな感じになってる。だからなんかある意味今までの集大成なんじゃないかなって思える感じですよね。これこうコインに関しては、まずターミナルで課金しないとコインが手に入らないんだよね。で、そう、今回から BGM カードとかが入ってるとかね。これ面白いですよね。昔のほんと懐かしい、今流してるような BGM とかも聞けるんですよ。キャンペーン。なんかキャンペーンってやってんだっけ。フォローキャンペーン。これって昔からやってるやつだよね。連携キャンペーン。で、あと、ま、データリスト触りたいんですけど、あんまり長々撮ってるとね、最近、この、まあ、私が最近あんまり配信以外で動画撮んなくなったのが、PC の方の録画ソフトの調子が悪くて、あんまり撮れなくなっちゃったんでね。まあ、その辺はうまく、ちょっと別のソフトとか、あとはまあ、多分ね、そう、あとは対戦の復帰なんですけど、復活する詐欺みたいになっちゃってるんですけど、一応今月、8月の本当末なんですけど、仕事、ね、やっと在宅ワーク以外のそこそこ稼げそうな仕事に、まあ一応採用通知が来て決まったので、9月かな ?9 月ぐらいになってから本格復活したいかなとかちょっと思ってます。ただ、ちょっとパソコン買ったりとか、ちょっといろいろと先にちょっとね、配信とか動画投稿とかのベース作りたいんで、ちょっとその辺もあるので、最初は多分戦友対戦イベントとか中心、あと戦友対戦がね、そう、ワンクレで良くなったから、これがでかくて、多分戦友対戦を中心に、なるべくちょっとリーズナブルかな、な感じで、対戦も、ちょっとずつ頻度を上げていこうかなとか思ってます。なんならね、他の方がやってるみたいに、ゲーセン側で配信とかもしたいんですけど、まあ、まだ私程度の下手くそな、プレイだとあんまり良くないから、その辺はね、参考にならないと思うんで。まあ、ちょっと専用対戦楽しみながら、徐々に復活していくという感じでやらせていただきたいと思います。はい。で、そんな話は良くて、ほんで、あとなんだっけ、なんか言いたいことあったな。とりあえずデータリストね。ただデータリストはね、見出していくとね、キリがない。キリがないというか、ちょっとね、長くなっちゃう。長くなっちゃうね。で、今回から宝具がね、いろいろ変わったんですよね。昔と違って、なんかその、つけていくんですよね。例によって弾をっていうか、貝っていうんだっけかな。貝ですね。貝をつけていく。で、これが確かプレミアムになると、ドットネット上でいじれるようになるんだよね。作成はでもできない?あ、でもできるのかな?あ、できるっぽいな。で、層とね、貝と層がある。貝が今まであったやつで、層が、なんか最初からその、なんだろう、昔の、まあ、ちょっと違うか、軍略とかとは違うけど、
人脈だったっけ、まあいろいろとねあるんですよね。だからこれでまた戦略の幅が広がってるんですよね。まあ今まで育成してた人からするとちょっと大変かもしれないけど、で一応マスターになる条件が確かこの一応あれかな、確か貝が2個つけられて層が1個でしたっけ。でこれがレベル3とかになると全部レベル3になるとマスターになるとかそんな話でしたっけね。まだあんまり詳しく知らないんですけどね。武将カードがですね、これはね見ていくと大変なんだよね。ヤフラか、まあ、とりあえずしばしが強いなっていう環境ではあるんですけど、まあ、それ以外にもね結構なんだかんだで割とでもまあしばしもめたれないことはないというような状況で、まだやっぱ脅威がね結構強かったりとかもするしね。キリン氏懐かしい。そこら辺ね、あとランマがいたりとかね。懐かしいね、そんなランマ治癒1点とかね。だから懐かしい、結構だからいろんなことできるようになったんですよね。でランマがいてシャンプーがいたりとかね。いや結構コラボとかも地面にちょこちょこ入ってますね。なんかいろいろ触れたいところがいっぱいあるんですけれど、触れきれない触れきれない、まあ、時代を作ってるのはあれですね。まあ木だったらでもね、装備がやっぱね、装備ねこれ強いですね。撤退してもね残るギブみたいなね、56カウントぐらい持つんですよね。で知略勝機、知略じゃない、知力勝機ついてると64カウントとかそんな感じだったかな。でもなんだかんだで見てた感じ、攻撃力上昇をつけてあげるのが一番無難な感じがする。いやこれ強いですね。でこいつと順位とか入れてしばしのメタルというプレイングとかもあるみたいでね。私順位もいるんでね、 H とかね懐かしいですよね。 H とか治癒1点とかなんかすげえ昔の本当計略が戻ってきた感があるよね。まあ、なんか最初なんか対戦4の初期ってなんかあんまりその新規プレイヤーのためになんかややこしい計略とかなるべくだからシンプルに作ってたみたいな感じで言ってたんですけど、まあその辺もだからまあここまで来たら解禁されたのかなって感じがしますね。いや懐かしい計略が本当増えてます。ただまあ昔とはやっぱりだいぶスペック変わってるなってカードもありますよね。カードとか計略とかも、まあ食で今一番あると何でもやっぱね、何でかんだで投炎が強いなみたいなとこあって、結局しばしとか相手にも投炎は結構ガンガンいける感じ、してますね。見てた感じだけどね。でまあね、あとはやっぱ脅威ね、やっぱ貨幣って強いよね。昔の義援とかもめちゃめちゃ強かったよね。難しい。でこいつの火力がやばい。キリンチ。暴れてるのはこの辺なのかな。まあ私もまだそんなに全部ずっと見てたわけじゃないんで何とも言えないんですけど。五軍って今何が流行ってるんだろうね。ここはあんまり見てなかったな。典型とか使ってる人はいた気もするけど。周期とか。なんだろうな。なんか5で、暴れてあんまり五軍を見てない気がする。新しい孫策をね、そう、なんか知力上げて回すみたいな流れの出来はあったかな。あ、もうみたいなね。なんかね、そんなに見てない気がするな。たまたまかな。五はどうなんでしょうね。多分まだやれないことはないと思うんですけど、どうなんでしょう。ただまあしばしとか相手にはね、結局覚醒溜まる前に攻め切るような開幕行けるようなデッキとかが割とまあ押せ押せだったりとか、あとはまあ本当半径とかメタルとかもできるし、まあ、そういうデッキの方が使われてんのかな。で進軍はまあしばし、まあしばしょうはやっぱりねしばしより劣ってますよね。このカードが知力依存があんまりないみたいで、ね、そんなにね、カウント伸びてますんでしたね、見てたけど。でも他にはまあいろんなリミックがあるんで、なんかね、強いっすよね。当該がやっぱりスペックとしてはやっぱり強かったりとかするし。
まあいろんなカードは使われてはいますが、あとやっぱ陽子の強さね。まあでもあの粘りはね、武力差があるとそこまで粘ってなかったから、まだまだって感じはするけど、まあでも強すぎても困るからね。まあやっぱしばしが中心になってるかな。しばしのよりはしばしの方が使われてるイメージはありますね、やっぱり。てかまあしばしは強いからね。プラゴの8割回復とプラ級2割ダメージとかだからね。デメリットが少ないし、お手軽に強い感じがする。だいたい50カウント前ぐらいには覚醒になっていたりするからね。大減ってことだって。で、群雄は、まあ、群雄はね、なんか結構キリンジとかと組み合わせてる人も、やっぱだから暴虐キリンジみたいなデッキとか、は結構なんかいるんじゃねえかってね、しばしとかメタルならそういうデッキなのかな。まあ、あと一応東白とかもしばしメタルんだよね、一応ね。そう、新しい、ついにでもないけど SR 東白出たんですよね。ただ、ナスカさんの SR 東白じゃないから、私の、なんか、でもどうなんだろうな。対戦 TCG で言えば、でもナスカさんの SR 東白ってできてないんだよね。まあ、天下無双レアとかはあったけど。この東白も可愛いですけどね。これでね、敵の必要式を上げるっていうのがあってね。これとかで結構、逆にこの上の効果は結構メタれる。っていうね。ね、僕6はね、恐ろしく範囲が狭くてびっくりしましたね。これは、まあ、なんか本当ある意味群雄っぽくて面白いなと思ったんだけど。しかもね、効果時間が短い。逆に言うと、だから、知力を上げたら上げると強かったりするのかな。式7の号令としてはちょっとあれだったよね。っていう。で、あとね、あんまり見てないんだけどね、弓漁夫が来たんですよね。ただ3コストになっちゃったんだよね、これね。やっぱ 2.5 コスのあの感じが良かったんだけど、さすがにまあ無理か。3コストですね。懐かしいな。これね、私弓漁夫好きでよく使ってたんで、懐かしいですね。このギミックは。小系。小漁夫みたいな。またちょっと遊んでみたいね。前はあれだよね。そう。聴覚とかも使って入れてたんだけど。まあ、群雄はやっぱりあれかな。まあ、無難に。まあ、だから、聴炎とあれだよね。聴炎と脅威入れて暴虐するべきとかが重いのかな、今。まあ、多勢とか調子で足りてとかなのかな。ああ弓刀とかも使ってみたいんだけどね。まあいろいろとね、気になるカードはありますねっていう感じですね。ああ高尊度も使われてるかな。高尊度、高尊度ね、ぐんぐん消えてくるかなという感じでね、まあちょっとざっとですけど新カードね見ましたが、まあ、ちょっといろいろ使いたいカードもありますし、もう三国大戦 V5になったので、ちょっとね、どうしようかなと思ってて。ただまあ、微妙か、このタイミングだと。診断切り替わったタイミングだったら、もうなんなら、やっぱり検証動画みたいな感じメインにして、やろうかなと思ってて。だから、まあ全国でも警告縛り、ちょっと解除しようかなとか考えたんですけど、まあちょっと警告縛りを続けるかどうかは、ちょっと今後の動きで考えていきたいと思います。まあ多分しばらく占有しかやらないっぽいから、まあそれは、それかな。全国もちょっとまあやりたい気持ちもあるんですけど。その辺はちょっといろいろ考えていきたいと思います。というわけでね、まあ、もうちょっと復活、完全復活には時間かかりますが、まったりとお待ちいただければ幸いです。というわけでお疲れ様でした。バイバイです。